トロンプ級軽巡洋艦は、デロイテルに引き続き、オランダ海軍が第二次世界大戦前に、東インド植民地艦隊向けに巡航させた軽巡洋艦である。共同艦として計画され、当初設計案では2500トン級の駆逐艦で、あったものが拡大された。比較的高速で魚雷発射艦も有する、強武装だったが、軽装甲である。一番艦。 トランプは第二次世界大戦前に巡航したのに対して二番艦、ヤコブバン・ヘームスケルクはドイツ軍の侵攻のためにそ半なカバにしてオランダ本国を脱出しイギリス式の武装を搭載して収益したために姉妹で武装が大きく異なる。一番艦はオランダ領東、インドに開港されて日本軍と交戦しており二番艦は大西洋やインド洋で作戦行動している。 両艦とも戦争を生き残り、第二次世界大戦終結後も使用された。艦形状は典型的な朝鮮首労型戦隊で、艦首形状はクリッパーバウを採用している。本来の設計での上部構造物の配置は、艦首から順に連装手砲等を背負い式に2機、その後方に箱型の環境、煙突、航空艦板、後部側距偽、後ろ向きに、 連装手法と一機となっている。煙突の後方の航空甲板には門型のデリックポストが立っており、水蒸気の吊り下ろし用のデリックが設置されている。水蒸気射出用のカタパルトは装備されていない。トロンプの手法は新設計の1938年型マークス1 1 1 5トル砲を採用した。スウェーデンのボーフォース射設計のこの砲は自由。 装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。行角は、対空戦闘を考慮され、最大60度からマイナス10度までであった。旋回角度は、監視方向を0度として、左右ともに150度に旋回でき、動力は、電動、非常用に人力が選択できた。溶弾や茎は、電動式である。重量 46.7kg の鉄鋼弾を、 行角45度で最大射程27,400メートルまで飛ばせた。ヤコブバン・ヘームスケルクヤコブバン・ヘームスケルクはイギリスで観光させた折に手法にマーク V10.2 センチメートル広角砲を採用している。14.6キログラムの砲弾を行角44度で15,020メートル、最大行角80度で9,450メートルの高度まで到達できた。 単装砲がは左右方向に180度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で発射速度は毎分10から15発だった。これを連装砲がで5機10門を搭載した。他に対空砲として同じくボーホース社の1936年型 4cm 機関砲を採用したのは両艦ともに同一である。この砲は 重量2 1キログラムの機関砲弾を高度1180メートル先まで飛ばすことができた。また、53.3センチメートル水上三連装魚雷発射管を、船体中央部に2機装備した。ボイラーは、ヤーロー式重油戦勝三道水艦艦4機で、パーソンズ式、ギアードタービン2機と組み合わせて、機関出力56000馬力。 速力32.5ノットを達成した。燃料は満載1300トンで12ノット6800回りの高続性能を得た。ありがとうございます。